皆さんこんにちは。ミトちゃんこと日本テレビアナウンサーの三浦あさみさんが俳優の中村倫也さんと電撃結婚し、世間を驚かせました。今年の挙げるべきトピックとしては1位2位を争うのではないでしょうか。事前に誰かが情報をつかんでいたならまだしも、寝耳に水とはこのことで、誰も察知していなかった、誰も予想していなかったの、いなかった尽くしの電撃結婚でした。三浦あさみさんといえば、関ジャニ∞の横山優さんとの熱愛のイメージが強い方も多いのではないでしょうか。というか、まだ交際が続いていたと勘違いしていた人も多いのではないかと予想します。三浦あさみさんと横山優さんの破局は2015年の末だと言われています。内情を探ると、好きなのに泣く泣く別れていたというのです。そしてお互い別の人と交際していたようです。今回はそんな三浦あさみさんと横山優さんの破局についてまとめるとともに、横山優さんの私生活について見ていきたいと思います。横山優さんは1981年5月9日生まれ、大阪府大阪市此花区の出身です。2023年の誕生日で42歳を迎えます。横山優さんは1996年、当時中学3年生の時にジャニーズジュニアとしてデビューしました。6年後の2002年には関西ジャニーズジュニアのメンバーで結成された関ジャニ∞のメンバーの一員になり活動を始めます。横山優さんはアイドル活動だけでなく、タレントとしても活躍していく中で、日本テレビのアナウンサーである三浦あさみさんと付き合っているという噂が流れました。三浦あさみさんは1987年4月10日生まれ、千葉県市川市の出身です。2023年の誕生日で36歳を迎えます。2010年4月に日本テレビへ入社後、同局のアナウンサーとして活躍しています。オリコン調査による好きな女性アナウンサーランキングでは、第10回から第14回までの5年間連続で1位を獲得しているほどの人気です。三浦あさみさんはアナウンサーとしての清楚さもありますが、食べっぷりの良さや明るくてお茶目な性格でも知られています。ポジティブで生き生きとしている横山優さん、そして笑顔が素敵で国民からの人気も高い三浦あさみさんが付き合っていても納得のいく方が多いはずです。2人はどんな出会いから交際に発展したのでしょうか。横山優さんと三浦あさみさんの馴れ初めは昼なんですで共演したことがきっかけと言われています。横山優さんは2011年3月に日本テレビ系昼なんですの木曜レギュラーとして初出演しました。帯番組かつ情報番組に初レギュラー出演ということだったので、ファンの間でも話題になりました。2022年10月からは朝の NHK 連続テレビ小説舞い上がれに出演するため半年間お休みをしますが、現在では同番組にはなくてはならない存在となっています。一方、横山優さんと付き合っていると言われていた三浦あさみさんは、2011年3月28日から2019年9月29日の約8年半もの間、番組アシスタントとして出演していました。横山優さんは木曜レギュラーだったため、三浦あさみさんとの接点は少なかったのではないかとも思われますが、2人はグルメロケを一緒に行うことも多く、次第に距離を縮めていきました。ヒルナンデスの番組内では肉兄弟としても知られていました。ツイッターでも当時の2人の仲の良さが話題となっていました。ファンからの温かい意見が多いことから、2人の人の良さが浮き出ているようにも感じます。ヒルナンデスでは、肉兄弟が行く美肌お肉ツアーというコーナーができるほど、2人の掛け合いが人気だったようです。横山優さんと三浦あさみさんは2015年7月に発売された週刊誌にて熱愛が報じられました。その内容とは、東京都内にあるジムで密会をしていたというものです。ジムでは周りの目を気にすることなくトレーニングをしていたとも言われています。そしてトレーニングが終わると2人は別々に帰宅したのですが、三浦あさみさんが食材を買って横山優さんの自宅に出入りしていたのだそうです。もしかしたらご飯を作って一緒に食べていたのかもしれません。この報道について、あくまで友達とジャニーズ事務所は答えていますが、男女が自宅を行き来しているとなると、その答えを額面通りに受け取ることは難しいでしょう。以前、横山優さんと三浦あさみさんがディズニーでデートをしているのを目撃した
という噂が流れたことがありました。人気真っ只中の2人がディズニーでデートをしていたらびっくりしますが、実は少々違ったようです。横山優さんと三浦あさみさんは本当にデート中だったわけではなく、ヒルナンデスでディズニーランドのロケ収録をしていただけだったようです。2015年11月26日のヒルナンデスではディズニークリスマス完全ガイドという企画が放送されています。その放送には横山優さんと三浦あさみさんの他にモデルの佐藤しおりさんや藤田ニコルさんも参加しています。横山優さんと三浦あさみさんの2人で歩いているところが見かけられたのはロケの移動中か少人数に分かれての収録の最中だったのかもしれません。ヒルナンデスで放送されたディズニークリスマス完全ガイドの企画の中で横山優さんが三浦あさみさんの指輪を非常に気にしていたという噂もありました。このことから三浦あさみさんは横山優さんからプレゼントされた指輪を身につけているのではないかと言われるようになったそうです。女性がおしゃれの一環として指輪などのアクセサリーを身につけていても違和感はほとんどありません。ですが横山優さんのファンには違う光景に見えてしまったのでしょう。三浦あさみさんは2017年9月29日にヒルナンデスを卒業した後、スッキリのサブ司会に就任しました。ヒルナンデスを卒業する際、なんと横山優さんからネックレスをプレゼントされていたという話もあります。2017年10月16日に発売された日刊誌では次のように報じられていました。9月末ヒルナンデスを卒業した際に三浦あさみアナが周囲に自慢げに話をしていたそうです。プレゼントされたネックレスの詳細についても詳しく報じられていました。ネックレスはフランス製のかなりいいものだそうです。そのブランドでは20万円以上するネックレスもあることから、三浦あさみさんがもらったものも安く見積もっても100万円は下らないと見られています。三浦あさみさんは相当嬉しそうにもらっちゃったと周りに話していたそうです。しかし普通卒業祝いでそんな高級品をプレゼントはしないでしょう。かねてから交際は続いているという噂はあったので、周りはやっぱりという反応だったそうです。一般人と芸能人の金銭感覚は少し違うため断言はできませんが、ただの友人に卒業祝いで10万円ものネックレスをプレゼントするのは考えにくいことです。このことから横山優さんと三浦あさみさんの交際は続いていると言われるようになったのです。残念ながら横山優さんがどんなデザインのネックレスを三浦あさみさんにプレゼントしたのかは不明のままです。そして過去には三浦あさみさんが日本テレビを退社すると報じられたこともあります。2018年5月11日に公開されたスポーツ紙によると次のようなことが記載されています。理由は複数あったそうです。フリーになれば年収の大幅増を見込めるのはもちろん、女子アナ定年説と言われる20歳の節目でもあるし、今が自身を最も高く評価してくれる売り時と考えた可能性もあるとしていました。大きいのは女子アナランキングで殿堂入りし、局アナとしてはやりきったこと。それ以上の最大の理由は交際中とされる横山優さんとの結婚を視野に入れたと言われていました。しかし2023年現在も三浦あさみさんは日本テレビのアナウンサーを続けているため、横山優さんとの結婚間近というのは結果的にはデマだったのでしょう。そして2018年11月16日に放送された日テレ系犬も食わないにて、三浦あさみさんは横山優さんとの破局をほのめかす発言をしていました。三浦あさみさんは理想の恋愛像について養いたい、一文なしから頑張っている人にお金を払いたいと話しており、横山優さんとは正反対の人物像を理想としていることが明らかになりました。さらに同年12月21日に放送された時にはお笑いコンビオードリーの若林正康さんが彼氏がいるのか聞いたところいないとはっきり断言しています。そのため三浦あさみさんと横山優さんは破局しているとファンの間で話題となりました。しかしいないとしつつも、この度の結婚報道を見ればこの時に中村倫也さんと付き合っていても何ら不思議ではありません。では一体破局してしまった理由とは何だったのでしょうか。2021年3月には
横山優さんと NMB48 のメンバーである横野すみれさんの熱愛が週刊文春で報じられました。2人は京都ホテルで密会していたとされています。三浦あさみさんのテレビでの発言や横山優さんの熱愛スキャンダルを考えると、2人はこの時完全に破局モードに入っていたようです。一説には2015年に破局した際には三浦あさみさんの方が身を引く形で破局したとも言われています。熱愛報道後、三浦あさみさんは日本テレビ上層部からの評価が急落してしまったのだといいます。ジャニーズと付き合っている女子アナというイメージになってしまったのでしょう。三浦あさみさんといえば、過去に彼氏のプロポーズも仕事を優先させるために断ったという話もあるくらい仕事に忠実です。今回の横山優さんとの交際も、そんな三浦あさみさんが泣く泣く身を引いて破局となったとも言われています。横山優さんはこれまでにも多くの女性と浮き名を流してきましたが、唯一今となっては思い出したくないと思われる出来事が2013年にありました。横山優さん当時32歳と10年近く交際していたと噂されているモデル中野涼子さん当時38歳の同棲が、港区にある自宅マンションの水漏れ事件によって発覚してしまいました。しかし週刊誌の記事よると、これはとても不可解な水漏れだったようです。横山優さんと中野涼子さんは2004年の舞台ドリームボーイでの共演をきっかけに交際がスタートしたと言われており、横山優さんの家族にも公認で熱心なジャニーズファンの間でも知られる存在だったといいます。しかし2013年1月発売の週刊誌に、横山優さんが中野涼子さんとは別の20代前半から中盤のモデル風美女との焼肉屋デートをスクープされ、その2ヶ月後に漏水事件が発生したのです。この漏水事件は横山優さんの部屋の風呂場から水漏れしたことが原因で、下の階まで水が流れてしまったというものでした。最終的に水抜きをするために下の階の部屋の屋根に穴を開け水抜きしたといいます。その後横山優さんらは被害を受けた下の階の住人に謝罪することもなく、一月も経たないうちにそのマンションから退去し、賠償額の見積もりは600万以上にもなったとされるのですが、事故原因については明らかになっていませんでした。漏水調査をした鑑定書によると、この水漏れが起きた際横山優さんは不在で、中野涼子さんがお風呂を使用していており、排水口に髪の毛が詰まり、そこから水が漏れ出したというのですが、週刊誌は鑑定書添付の現場写真をもとに、若干の髪の毛が見えるものの、とても排水口を塞ぐほどの量ではないと、自然発生した事故の可能性を否定するような記述をしています。また被害者の方も、マンションのお風呂は全自動のため、漏水するほどの水を出しっぱなしにするのは不自然だと話しているといいます。漏水が起こった際、部屋に中野涼子さんがいたようなのですが、再三の呼びかけにも応じることはなく、朝になって帰宅した横山優さんが鍵を開けたものの、すぐにドアを閉めてしまったとされています。当日は中野涼子さんの誕生日だったようで、同記事には自分の誕生日に恋人を愛の巣で待つ間、彼女に一体何があったのだろうかと、まるで中野さんの自殺を想像してしまう書き方でした。ただの不注意による水漏れの話だったのかと思いきや、まさかちょっと違う理由だったのかもしれないという不可解な話です。さて、フジテレビ系バラエティ番組関ジャニ8の後はご自由にに、ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さんをゲストに招き、同番組の人気企画明日引退しますを実施しました。その中で横山優さんがあるトラウマを告白しました。田村敦史さんが事務所を辞めた人たちと交流する理由を話している中、横山優さんはメンバーとかから電話がかかってきたらびっくりするんですよと切り出し、この前村上から急に電話がかかってきたんですよ、何年振りかなと思って、え、なんこれって思って出るんやめてんと着信拒否したことを振り返りました。その後すぐに間違いですよねと聞くと、村上信五さんからは間違いじゃないと返事があったそうです。当時村上信五さんが安倍晋三元首相とのツーショットをアイコンにしていたため、横山優さんはえ、政治家って一瞬思った、ドキッとしたと
村上信五さんが政治家に転向するのではないかと思ったことを打ち明けました。結果、電話の内容は仕事の相談だったそうですが、メンバーからの急な連絡はトラウマになり、びっくりするようになったという横山優さん。村上信五さんは、過去に我々ね、そういう電話するってなったら、メンバーだけでしか情報交換しないことを話しましたから、外に漏れちゃいけない、誰々がいついつ辞める、とか、そんな話でしたから、とメンバーの脱退がきっかけで、横山優さんが電話に敏感になっていることを説明しました。いかがだったでしょうか。今回は、横山優さんの恋愛事情やメンバーとの関係性について深掘りしてきました。一時期熱愛が噂された横山優さんと三浦あさみさんの2人は、2023年現在横山優さんは独身のまま、三浦あさみさんはご結婚されました。タイミングを逃してしまったのか、もともと噂自体がデマなのか、真相はわかりませんが、2人とも忙しく活動をしているので、その時のことは良い思い出になっているのでしょう。横山優さんの恋愛事情についてこれからも注目していくとともに、42歳というタレントとしてベテランの域に達している横山優さんのこれからの活躍に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。